ひろちゃんこと矢作ひろみです。今回の動画はひろちゃんのマインドセッションを2回受けた方なんですけども、その後のアフターの話で、いろいろと話がこう盛り上がったので、皆さんにシェアしたいと思って撮りました。どうぞご覧ください。始めます。じゃあ今日はですね、ひろちゃん台所仕事をしながら私のマインドセッションを受けていらっしゃるね、方からちょっとなんかその後のアフターフォローの話でいい話題が出たので、どうぞどうぞお話しください。2回受けたんだよね。2回受けて、はい、なんかその後変化がありましたか？会社の方が変わりましたね。会社の方が変わった。一緒に働いている方で、この方もやっぱり主人となるというか父母と一緒でこう管理をしたい、自分はいいけど人はダメみたいな、自分はいいけど人はダメでこう管理したがるような、そういう言い方なんですけども、やっぱそういう面があって、あれって思うところがあったんですけども、なんか変わりましたね。ケイちゃんに対して変わったんですね。ケイちゃんに対して、どんな風に、なんて言ったらいいの、まあ、管理しなくなったでしょ。管理しなくなった、大きいね。私は管理しようとしなくなった、もあるし、その身勝手さっていうのが私が感じなくなった、その相手の身勝手さを感じなくなった、その自分はいいけど私がダメとかっていう、もしかしたら今もやってるのかもしれないけど、私が過剰に反応しなくなったっていう、だから私はそのストレスなく働けるようになった。あら、で今やめようとしてたけど、やめれたのに、今やめようとしてたけどストレスがなくなっちゃった。ストレスがなくなって今すっごい仲がいいですよ。あら、まあ、あの何年一緒にいてストレスだらけだ。まだ1年なんですけど、でも1年間はストレスだらけだったので、ちょっとストレスがあったんですけど、よかった。でもそこが一番変わりましたね。検証ですね。だからかけいちゃんが変わってきたから、周りの事象が変わってくんですよ。そうですね、それが一番大きいかな。で、私は自己犠牲で結構人にやってあげなきゃっていうのがあった、自己犠牲がね、あったんだけど、それがなくなったんですよ。もうなんか面倒くさいと思ってやらないそうだね、うん、あれだったね、お母様がそうだったんだよね。自己犠牲の人だから、もう自分を置いて、まあ、人にってやってたから、それが見えたんだよね、この間のセッションでね、でもそれがなんかもう私の口癖もめんどくさいなんですよだからやりたいことはやるけど、やりたくないことはやらない、やらないし、 その人は何も自分に求めてないし、そうね、求めてないのになんかこう一生懸命やろうとしてで、ありがとうって言われたかったのかもしれない。言われたかったんだよね、感謝してほしかったんだよね。そう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 、自分を認めてほしいですよね。それこそそう、それがなくなった。でうちの旦那さんにも対しても、なんだろう、どうですか、その夫様は。いや、分からない、私は私で生きてているので、彼がどんな態度を取ろうが私は普通です普通というのはまた普通が出たけど、気にならなくなった。よかったです。私は私の道を貫き通してる感じで、私は私の道を貫き通して、そう、相手の反応がそうそう気にならなくなったんです。気にならなくなってきたね。いいですね、はい、自分らしく生きてます、あと YouTube はね、怖いと思うんですけど、なんかこうやっぱり抵抗があると思うんですけど、まだ涙が出ますよね。だけど、俯瞰して見たりとか客観的に見るにはあれが一番いいんだよ。で
そう思って私も YouTube に上げてるので、あのやっぱ他のクライアントさんも、あれを見て、あって毎回なんかこう気づきがあるっておっしゃってるから、見たくないんだけどもやっぱり見ますって、見てるって方が多いですかね、ちょっと定期的に涙が出なくなって、俯瞰できる、俯瞰できれば見れるように1年かかると思うよ。いやセンターピースだって1年かかるから初級中級で、でもだいぶ、結構荒技やってます。もう今でも泣いてる。でも涙も出ない人いるからね。涙ももうな涙すらもう出なくなって、何を自分はしたいのかとか、何をかんあのなんかそれすらわからない方もいらっしゃいます、何がしたいのかとか、私の気持ちは一体矢作さんひろちゃんわかりますかって、いやわかんないっすつって、でもそういう方多いですよね。多いです、相当こう封印しながら来てるからね、今日午後からいらっしゃいますけど。そういう方ですね、やっぱ YouTube を見て気になっていて、問い合わせはちょこちょこあるようになって、まあ怖がらずにいらっしゃってくださいまし。はい、ね、そうしないとね、どこかで本当にね死ぬ、死ぬ間際にね、ああ私の人生はなんてなるとね、何だったんだろう、うちの母がそうだから、私の人生どうだったのかしらと、やっぱり自己犠牲の人だから、一生懸命働いて、こう兄弟を育ててきてるから、うちの母親も、だから頑張っちゃうのよ、頼まれていないことを。てなわけでした。パチ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 。まあアフターフォローの話でした。はい、失礼します。最後までご視聴していただきありがとうございました。いかがでしたか。自分のことって意外にわからないもので、まあ見たくないんですよね。本当の自分を知るのってちょっと怖かったり、そうなんですよ、みんな自分のことって自分でわからないんですよ。ひろちゃんのマインドセッションなんか興味があるなという方はどうぞお問い合わせください。東京でも2月12日やりますし、あと、福島県平田村でもやっておりますので、どんどんお問い合わせいただきたいと思います。 Facebook、アメブロ、Twitter やってます。チャンネル登録もよろしくお願いします。目指せ1000人です。ではまた。